はい、今回は山本太郎さんの6月9日の秋田での街頭演説が感動的な件、この内容についてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、山本太郎さんのですね。街頭演説。まあ、僕はあの見れる限り見ているんですけど、まあ今日ですね。6月9日に秋田でえまあ、街頭演説をされたんですが、まあ、いつもまあ、素晴らしいのはさることながら今回はですね。 なんかリズミカルと言いますか、まちょっとあの感情的なものも感じたので、まあこの内容についてまあ今回お話ししていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。あのまあ SNS に出ていたまあ内容なんで時間的にはですねそんなにまあ長くないものなんで、まあそちらの感想ということで。 でまあ、その、ねえーまあ、内容としてはどういうことかというと、令和、山本太郎さんがおっしゃっている、まあ、消費税廃止、インボイス制度廃止ということなんですが、まあ、今回のこの秋田の、まあ、県ですね、なんかリズミカルで、ちょっとあの参加してる方の、まあ、盛り上がりも、いつもよりなんかいいんじゃないかと、であのまあ、皆さんも僕も思ってることは同じで。 日日本本いいううのはもう日本国民が買えるしかないんですよねだからこの減税っていうのを国民が声を上げていくでその国民が声を上げる <laughs> 先頭に立っていくのが山本太郎さんっていう、まあ、そういったことで山本太郎さんがですね、えー、まあ先頭に立っていただくっていうそういったあまあ街頭演説だ,だったわけですけどであのたまにですねこれ SNS で書いてる人がいて。 まあ僕はちょっと答えていいのかわからないんですけど僕なりにっていうことでまあそのことについてですねお伝えしようと思うんですがまあ令和のことをマスコミが全く報道しないんであまりわからないっていうことなんですがまあマスコミっていうのは報道しないんですよ。マススコミのスポンサーがですね まあ大企業なんで、大企業というのは消費税の恩恵を受けてますから、山本太郎さんが消費税を廃止ということをね正面から声を上げることによって、大企業にとってはその消費税がなくなると利益が減るんで、そういった理由からマスコミというのは報道しないんですが、僕はあのずっと見てる感じ、リスナー様も思われると思いますが、自民とか、立憲のまあ支持層も令和に流れてきてる感じだと思うんですよね。 でやはりまあ僕もリスナー様も同じでまあ一般国民のまあ見方っていうか一般国民のことを一番わかってくれているのが令和なんでどん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 人がまあ来てるとでその街頭も来てるしまあねおしゃべり会とかまあそういうのにもどん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 人が来ているそういったところがまあ魅力っていうか国民のまあ思ってることをおっしゃっていただくっていうところが本当に素晴らしいと思いますで今回もおっしゃってますがまあ消費税をなくせっていうことを言ってるわけですよ。 まあその街頭に参加している方も、おしゃべり会に参加している方も、僕もリスナーさんもそうですが、日本国民がこのね、日本の政治とか、日本の在り方を変える気に本気になって、それで政治家がですね、その先頭に立てば変わるんですよ、国民がそう思って、山本太郎さんを後押しすれば変わるんですよ。というか、逆に僕、思ってることがあって、皆さんも思うかもしれませんが、山本太郎さんで変われなければ、もう変われないでしょうね。 令和か社民か共産、まあ、令和とか、令和と社民と共産以外、えーまあ、その政治家っていうのは国民の方を向いて政治をしませんから、じゃあ、そのね、令和、社民、共産以外の政治家、政党はどこを見てやってるのかっていうと、まあ、日本の大企業ですね、経団連とか、あるいは創始国、米とか、まあ、その、おまあ、大企業、金持ち、まあ、そのグロ、グローバル勢力、グローバル、あのね、ね、えー、グローバル巨大企業とか、 だとにかくその新自由主義っていう名のもとです、ね、えー、もうとにかく自分たちさえ儲かればいいということなんですよ、今だけ金だけ自分だけ、その周りの友達さえも儲かればいい、仲間さえ儲かればいいということで,で、そういった新自由主義でまあ利益を最優先するので、国民生活がどこにもないんですよで、この日本っていうのは当たり前ですが、僕もリスナーさんもそうですが。 日本国民が支えているわけですよね。その一部の富裕層が儲かろうが、一部の大企業が儲かろうが、国民生活がどうにもならないことにはですね、僕たちがもうやっていけないわけじゃないですか。かそうやって、えー、自民党とか維新の会とか、その一部の大企業を優遇しますが、どう考えてもね、えー、富裕層、中間層、貧困層って、まあ、言われますけど、最近は中間層もいなくなっているわけですよ。中間層の人たちが貧困層に、えーまあ、回っているということで、だから、ごくごく一部の富裕層と、 まあ多くの本当9割以上の貧困層っていう今あの日本国内構図になってますからこの日本国内の90%のねまあ貧困層の人たちが令和を支持すれば変わるんですよね。うんで 今まではこの失われた30年といって自民党維新の回答がですね、この新自由主義といって本当一部の金持ち富裕層大企業だけそういったものだけまあ本当一部の,その人間たちだけそしてその一般庶民からは幅広く消費税を取ったりとかそういうようなことがこの日本社会に根付いているわけですそれがこの日本経済がうまくいかない大きな原因なんですね。 それを山本太郎さんがあのまあ解説してくれているわけですよ。だからい,いちいちまあそういったことをあのね、街頭で言わないのかもしれませんがあその街頭に参加されている方とか僕とかリ,リスナー様ってのはそう,いうのを思うわけじゃないですか。だから今どういう構図でえー、動いてるのかっていうと。 その9割の国民ですよね9割の国民が一致団結して、その少数の富裕層、あるいはその大企業とかその既得権益者たちと対立する構造になれば勝てるんですよね、でそれをやってるのは令和しかないんですよ、僕はちょっとね、最近、東京都知, <laughs> 都知事選の話とかがあって、あまりですねこの令和の内容を見れなかったんですけど、やはり今回も思いましたけど、まあ令和しかないと思います。 で今回のですね秋田のこの街灯っていうのはちょっと言葉に、えー、できないんですけど何か参加してる方のまあ、気持ちっていうかパッションというか情熱っていうか山本太郎さんのその気持ちもなんかいつもよりもちょっとねえー、より大きいといいますかより参加してる人の心を動かすといいますかそういったものを感じたんで、えー、ちょっとですね今回取り上げたっていうか取り上げてっていうかまあ、お話しいたしました。 令和山本太郎さんが国民のですね、えー、まあ考え、気持ちをまあ背負ってですね、これからの日本のまあ命運ですよね、それをもう担っているわけですよ。それ以外の例えば政党っていうのは国民のためにしませんから、令和か社民か共産しかないってことです。で、その先ほどお話ししましたが、じゃあなぜ令和の街頭演説をマスコミは取り上げないのかっていう SNS の投稿がありますが、先ほどお話ししたようにマスコミの背後っていうのは大企業がいるんで、大企業のスポンサーがね。 大企業というのは消費税で儲けてますからそこを山本太郎さんに正,正面からです、ね、消費税廃止って言われたら万が一ですね、その消費税廃止消費税0%が通ったら大企業は儲からなくなるわけですよ大企業の損失になるんでだからテレビマスコミってのは報道しないんですねしかしここに、えー、この、えー、本当の、ねえー、改善点があるんですよ。 そういったことを今回あのリズミカルに、ね、え情熱的にあの秋田で山本太郎さんがおっしゃってたということでちょっとあのその、まあ、感動した内容ということでえお話しいたしました。2024年6月9日ののの秋田の、ね、山本太郎さんの街頭ということで,で、まあ、どういう、まあ、内容なのかっていう、まあ、内容なんですがこの失われた30年ですよね。 でその失われた30年にさらに物価高、ねえー、国民の給料手取りが下がる、えーねえー、日本経済、景気は全く回復していないのになんと政府は電気代、ガス代補助を打ち切る、うん、消費税減税、消費税廃止をしなければ日本国民が生活できないじゃないかということを山本太郎さんがおっしゃってるわけですよ。でえー、いつもおっしゃってるように、えー、消費税廃止、えー、インボイス制度の廃止、社会保,保険料の減免、悪い物価高が収まる。 までの季節ごとに一律給付金、積極財政、そういったことを強くね、その該当で言っていただいていると。 だから、その見てる人、僕もリスナーさんもそうだと思いますが、やっぱり思うんですよ、山本太郎さんを内閣総理大臣にといハッシュタグがつくように、ねえー、自民、公明、自公の政権交代しかないし、ね、消費税消費税を廃止して、インボイス制度を廃止する、そして山本太郎さんを内閣総理大臣にする、それしかもう、僕たち日本国民がねよりよく生きれる道はないと、そう思います、であの山本太郎さんがですね、この秋田のねえまあ、その街頭でおっしゃってましたけど、本当に日本国民の生活は厳しい。 国民,の6人国民の6人に1人が今貧困というデータがあると、高齢者の5人に1人が貧困というデータがあると、ひ人親の2人に1人が貧困である、そのデータがあるんですよ。この状況をなんとか変えないといけないわけですよで。この状況を変えるのは政治しかないわけですよ。だから僕たち日本国民がですね、令和を支持して盛り上げていけば変わると。でこれでもし変わらなければ本当終わりですからね。うん で山本本太郎さんしか日本経済を再生できません。あの,経済のことをまるっきり他の議員が分かっていないから分かっていてもやる気がないから話にならないわけですよということをちょっと思ったので、えーまあ、僕の解釈解釈感想ということでお話しいたしました令和のです、ね、支持がどん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 広がって令和が政権の中枢に入れることを心の底から願っていますということで今回は山本太郎さんの6月9日の 秋田での街頭演説、とても感動的だった、まあその解釈感想ということでお話しいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたし